变帅了，怎样？我现在是，我现在是在打摔跤吗？抱歉，我觉得火爆浪子还比较难打。起来，起来，起来，起来！还有九拼，不好意思哈，我看你还是没有资格跟我打。懂吗？这就是资本主义啊！资本主义万岁！哼，哼，那还是老鬼比较强。俺も一つだけ、癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り、負けじゃねえってことだ。お前も、这是我身上被揍到オーテイマ。そして女も必ず殺してやる。立花のようにな。可是我觉得真要比，我觉得老鬼他因为会强制倒地，所以会比较难打。老鬼会强制倒地很讨厌，这则只是血多而已。这一拳送你的，这是尾田的，这是丽华的，这是小石的。这牙齿还不掉，很厉害。三拳打完了。もう殺すしかねえよな。我把你丢到海里，当海景第一排。この俺をやれよ、キリュウ。小石我没死啊。それでこそ風間慎太郎を継ぐ本物の極道だ。我的手好痛。Nishiki， 大不得，キリュウ，你的脸 ，Nishiki， 你只是想要三个头错了吗？ならね。
その一線越えちまったら戻ってこられなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。行了，果然是我的锦纳夫。Niski Love， 勝手に先走んじゃねえよ。兄弟，踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。干，你在讲屁话。你一代就挂了。你一代就挂了，你还陪我跨过去，干！说好的陪我呢？说好陪我，结果你一代就挂了，你妈的！比我最大的。そいつらを不能比我先殺すのか、マジマ。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかない。殺すな。真刀跟刀鬼之刀刀刀。俺がこいつらを。まことの代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろう。是他说要三个头的。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになったものに償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。逆天呐、啊！什么鬼啊！我的耳朵差点就掉下来了，我好怕、哦。这やったら俺はどないしたらいいや。把人打到残废啊！こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。这就是レベル的差異了。もう終わったんだ、マジマ。牧村誠は意識を取り戻した。今、風間組の柏木たちが病院に移送してる。怎么知道？誠が意識を？何言ってる？女が。就你不知道、你超笨。バカな。バカに。からの一つぶは。干最好笑、就你不知道、三个都知道、就你不知道。干智障。堂島さん、からの一つぶはもう彼女の手を離れました。干唐岛宗兵真最智障。一が新しい土地の所有者。你儿子长那么帅，一定是你老婆的功劳。一千億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？何？堂島組の時代は終わったってことです。真的。カムロ町再開発の莫大な利権は空の一つぼを持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。可是条子可以贿赂。そこまで甘くはない。
その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条界最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより真的死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、マジマ。干嘛一直说四良是尾刀狗？还好吧。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。余裕はあんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。はあ、何やと。叫我不要杀了那两个，结果你要我去杀了导演吗？而且导演一代还在啊！操你妈的，长最丑的。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。不好意思、你们又拿不到空白的一瓶，你们要怎么进来？残念やったな。空の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。哇，你枪直接拿在手上哎。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら、それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。は？都是你在整我耶、大哥。面白いな、巡り合わせってのは。你在讲什么屁话？真島、親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしい。そんな話、ようのこのこ言いに来たな、マジマ。セラは、不管是女優还是重要人物都是不是吗？証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。わ、せやったらお前
わしの身代わりになって死ぬこともできるな。我真的不懂为什么真岛主是在岛野主底下。一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。我我只是在这边吃饭啊。これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら、目先のことだけ考えとったらええ。せやけど、てっぺん取る気なんやったら、勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。看封建也是你杀的啊，操！10年後は島の組が天下取ってるはずや。放心，没有那你，没有那时候。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。手に入ったの。可愛い子が旅をさせろっちゅうのは、よう言うたもんや。なあ。マジマ。腰ちょっと痛い。一个月后，东城会干部会。代理。災難だったな、道島。最後一个是心血使然的英雄。久世と渋沢を殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで、今の堂島組はカムロ町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより。俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来、東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。可是世良当上会长本来就是封建的意思吧。本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。我觉得唐岛再收一点就是还原了。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。你真的说他尾刀狗吗？真的觉得还好啦。基本上，因为不管是真岛还是
还是童生他们上面都有，都还是有人啊。よく来たな。然后封建又在蹲了，蹲苦牢。すまなかった。苦労をかけたな。今日はおやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は、我觉得そうか。風間的眼睛也太媚了吧、好奇怪哦。おやすさんには俺がこれから言うことをわかるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。有啊，还有蹲呢、啊。瑟莲娜，妈妈桑，那跟陨石一样的东西，那夏令营吧？おい、キリュウ、お前どういうことなんだ？どういうこと？ちょっと錦山君、急に大声出さないでよ。お前、堂島組に復帰したってマジか？マジか？え？今日風間の親さんの面会に行ってきたんだろ？復帰のことも話したのか？さっき天宇就是黑道的風間の親さんにはこのまま仇に戻れって言われた。親さんは俺が極道には向いてねってよ。可是我的脸很适合混黑道啊，这么凶。あの人が俺を立花に預けたのは、極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら。苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。为什么打完那一架童生就看起来变老了？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。看这两个最后有情人终成眷属靠背哦。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。はあ、そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。わかんねえ、わかんねえけど、逃げちゃダメってことかな。逃げちゃダメ、逃げちゃダメ、逃げずに頑張って、逃げちゃダメ。そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、やつらみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。不能逃避人都假假的。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、俺は俺の極道を行くさ。風間のおやすさんとは違う俺だけの極道ってのをな。
要换西装咯，假味之龙。哎呀，这不是我们唐岛之龙的衣服吗？お前、いつもの一丁だわ。换了。この前これ見かけてさ、気に入ったんだ。おいおい、トムさん变好老哦。真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ。純白是新郎。それに、そんなスーツ、今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか？还好吧。らしくねえか。でも、らしさってのは真的自分で決めるもんだろ。自己決定要自己做什么事啊？けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど。スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞ。いや、俺はこれがいい。我就要穿这件。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。太一般了啦。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。我就是喜欢这一件。俺が決めた。これで始めたんだ。被嘲笑也不会坏。わかったよ、知るか。じゃ、一生着てろ。干，真的穿一辈子啦！原来是景大夫讲的这句话，所以我们唐老之龙就穿了一辈子。勝手に大人ぶりやがってよ。还不能胖哎，要不然穿不下。然后情侣闹别扭。俺お前に刚とんでもない借りをいっぱい作っちまった。超级像小女朋友嘞。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返せ。何言ってんだお前。干。そうか。じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。お钱很多啦。カムロ町で一番いい肉食わせるところ。韩来，走吧。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ。てめえ。ほら行くぞ。いいな。他不跟我们丽奈说一下拜拜吗？鲤鱼王失落，手持金五十元三小，哎呀，剪头发了，我们的真岛。なんだそのヘンテコなジャケット。大家都穿的怪里怪气。ブランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。不是，我觉得。俺は決めたんや。不是，我觉得真岛的脸色变好了。何が正しくて。何が悪いか分からんこの町で誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方。原来你就是这样疯掉的。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。所以我说那个小时呢，所以我说那个小时呢，蛇皮会自己偷不用洗。どこにいるの、マコトちゃん。まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。老师是谁？你不认识？靠背。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。は、確かにな。まあ。お互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。
ほな、またな。我们真的就一直顶着西瓜皮，一身胶出来。大きにやで、佐賀。は？你在说什么？あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで。所以你才会对童生这么执着吗？真心男の生き方に。好きにしろ。你老是吸血鬼啊。他是属于夜生活，他是属于夜的男人呢、啊。あの世で待ってるぜ、マジマちゃん。マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。为什么？那。为什么啊？为什么佐川死了？もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ。君らもお金好きでしょ？女の子だから得できるいい仕事。いっぱい紹介するよ。しつこいです。え、医生跟小医生跟小司で。しなさんなって。そうそう。お茶でも飲みながらさ。さあさあ。やめて。お、すよ。あんた、ちょっとやりすぎじゃねえか。これは傷害っつうんだぜ。这样就伤害罪、了不起よ。落とし前。我都没告你们性骚扰了。話なら聞く。じゃあ自我防衛、その代わり私一人で。面白い。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。很像前年敦子。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。キモい。このアマ、下手に出てりゃ息になりやって。アンガナ。兄貴。真的有够像前田敦子。其实木村石是找前田敦子在当模的吧？那那是你不认识我，你不认识我。どうです？こいついい女でしょう。いい楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。我比较喜欢いい男。兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん。遊びはここまでだ。他不认识我。この人誰だと思ってんだ？あ？天下の魔人。君はここに。先生、でも。え、本来没打算揍你们的。先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。
いや、彼女は私の患者だ。何や先生って。医者かい？何する医者の。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何を、急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。そういい。先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。難得这医生不是路人脸呢。喧嘩の相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。医生还挺帅，可是つけてくれや。俺のためにも。うん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん。惚れとんのか、惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら。はよ言うてやらんかい。干真的。そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。他搞不好不喜欢医生啊，喜欢你呀。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ？何も。全然平気です。そうか。よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ。今から少し話する時間ないかな？え？はい。いつか天を目がけ昇る金色の王竜のように舞う。俺は迷わないぜ、もう後には引けないと暗いに誓う。この道を行くのか、この道はみ出るのか。你墨戴好是怎样？从此同生于锦，没超没没有。そんなに俺は強くないから、流れに逆らう。ひよこのままで。我觉得会因为这边被消音啊。Okay.
枪击死亡。啊？我挂了。东城会直系组织日霞联总裁世良胜，在东城会第二代会长代理二井元龙隐退，成为东城会第三会第三代会长。完全掌握了东日本的黑道界，建立起长期的支配体制。2015年，东城会金库招募名人数夺走100亿元巨款。哦，那个就是自己的那个吗？反正几比几比零还要早就出了。唐岛宗兵真的是很鸟哎、欸，他在这里已经成事不足败事有余了，然后还要性骚，还要抓景山跟同生喜欢的女人，我真的不懂哎、欸，白痴哎、欸。真的是这个这里面最烂。好，晚安，拜拜。这首歌让我想到 FF 啊。需要说早安，好吧？
YouTube 的 VOD 啊，会被 ban 吧？会被消音啊？想一书好不好？想想一书啊，难道会是小游当主角吗？全部終わったよ。
もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。兄ちゃん、私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。很能干的哥哥。那个声音是吓死谁啊？鬼台电真的。君の名前は。ミズハ。接下来你还有七天，沙小。这个不是，真的，把它修好了。哎，いい男。好吧，这对他来说才是真爱啊。见面了，真爱。看到真岛就想吃章鱼烧啊。哟哟。キリュウちゃん、キリュウちゃん、对不起，消失。我们真岛发现了他爱的人，对不起，真的很对不起。原来不能跟你在一起，不是因为，不是因为。黑道跟老百姓的差别，而是单纯的他喜欢男人啊。童生也笑得这么假。那个我刚看到什么，砰砰砰，游玩时间53小时17分，反正就达成目的。才37:43啊，靠腰啊。你还是身怀六甲的男人 ，Legend。
就直接覆盖好了。这个真的，我们来看那个好了，反正我都已经播过歌了，我还没有看过哎、欸，不说等级了，我集完过啦。会从摸奶的画面还有。爆雷！可是我没有看，因为刚好我都没有看。泡沫时代半个，好啦，我今天人中之龙就到这里结束，那之后应该会把支线都玩一玩。然后明天应该说今天了啦，今天应该是玩就是玩 GTA 5，然后应该是晚上才会开了。感谢大家收看，拜拜。